ちあれだっけ強化だけあのつながりが違うって普通のそれでゆっくりつないでいく。いやだって免許持ったんですよ。お尻で持った。なんじゃないでしょう、このクラッチ。強化クラッチ大したことないでしょ。今日はあのオートバックス系列の瀬古藩市場こっちの方に行ってまいりまして、こちら和光図のオイル添加剤こちらの方を購入しました。これ定価ね高いんですよ。3630円なんですけど、これカンカンがへこんでるんで半額ぐらい2200円っていう値段になってましたんで、ちょっと購入させていただきました。もっともとの値段だったらちょっと買わないですね。3630円だったらちょっと買わないですけど、まあ缶がへこんでるんで、こいつまあ和光図なんでね、ちょっと自分も試してみたいっていうのがあったんでちょっと購入しました。まああともう一点購入したんですけど、これはあのロングライフクーラントのまあ強化されたやつかな、クーラントブースターとか言いますけど、これもね値段1980円するんですけど、これがねまあカンカンがへこんでるんで、こいつも半額1100円、この値段じゃないとちょっと自分買わないですねやっぱり。まあこれも和光図さんなんですよね。でこいつ
ほら熱交換性工場っていうのがあるんで、まあちょっと購入したんですけど、まあいろいろ書いてあるんですけど、まあ、これで性能が上がるんであればまあありかなと思いました。この1100円でですね、まあ、2000円だったらちょっと自分出しきれないですね、まあ、こんだけカンカンへこんでるんでね。でもなんならね、もう半額で買えるんだったらもうカンカンとかも全然へこんでていいんで、まあそれであればね、ほんと嬉しいんですけど、まああんまないですね。それでオートバックス系列の、まあ、石膏班市場さんだったらこういう、まあ、中古品とか、まあ、傷んでるやつこれ買えるんで、非常に、まあ、近くにあるんで非常に助かってます。半分入れた件6リットルで1本って書いてあった件、これ3リッターしか入らん件これ入れたもん。今度このクーラントを入れてちょっとだけもう結構入れておるけん、これあれ強化するやつもういいよ。いやですね、このワコーズのこれ入れてから、オイル添加剤入れてからまあ300キロ以上走ってるんですけど、なんかねエンジンのノイズ音がちょっと静かになってます、確実に。でなんかね気のせいかもしれないですけど、トルクちょっと踏み込んだ時の反応が良くなったような感じがしますね。上の方は分かんないですけど、確実に下の方はまあそうですね、2000から2000ちょっとぐらいまでの踏み込んだ時のレスポンスが良くなってる感じはしますね。まあもともとが高いだけあってね、4000近くすんで、和光寺さんですからね、まあ、まあ信用できるところではあります。でこちらのクーラントブースターの方はまあ熱交換性の向上とか、これちょっとまだ分かんないですね。まあ90度ぐらいですけど、まあ大体自分ので、まあ、95度ぐらいが普通なんですけど、これちょっとまだちょっと分かんないですね、こちらの方は。